今ね、何々語コードとかやってると思うんですけど、ラジオ。
かりますはい。じゃまず最初はですね、その次、次の次です。各種の天気。3ページ目ですか。各種の天気ってのがあって、その読み上げていくよっていうやつですね。これひたすら読み上げますよってやつ。それに大体4、8分です。で、この5分過ぎたあたりから、その、なんか最初はね、日本の聞き慣れた地名ですよ。だから大体漏らさないです。ここにいる全員 100% 大体聞けます。そのぐらいゆっくりですよね。日本語で高々こう、石垣島では、気圧16ヘクトパスカル、天気晴れ、気温何度かして、まあ、ゆっくりですから、絶対聞けるんです。でも後半からですね、なんか幅のブーストだとか、どこですかみたいな話になってくるわけです。でもこの後半からちょっと怪しくなってくるんですね。でもまあ、でも大丈夫ですよ。10分持ちます。皆さんの受験勉強を乗り越えてきたら、頭から10分は大丈夫です。で、2番目。決まってない、地点が決まってない海の上にですね、今日たまたまいる船が、何隻か分かりません。何隻か行くと、その人も教えてくれるっていう船舶の報告みたいなのが、それが2、3番あるんですよ。これ何隻かによりますけどね。これ2、3分です。で、ここで10分なんですよ。とにかく最初頑張ろうとしちゃうんですね。でも
分だよって分かってると時計見て10分だったらですね、増えて切ればいいんですよ。でもう一回入れたって思うと次の10分もう一回割れてね、ピュッシュいけるんです。これね、使えますからぜひやってください。で、まあ、今回はですね、なんでこんなことをわざわざ言ってるかというと、この後半が大事なんですよ。この後半が前半はね、ぶっちゃけ簡単です。さっき言ってこの9割方、みんなできます。で、あの 1.5 漏らしちゃったとか言う人いるかもしれないですけど、この1回はなることない、はい。で、3番目の漁業気象です。続いて漁業気象ですって言います。ふーってなってしまう。そっからなんです。そっから最大感度で聞いてほしいんですよ。ここを聞けないと今日まるで書けませんと。とにかくね、今日真っさらですよ。真っ白ですよね。真っ白なのを埋めなきゃいけないんですよ。で、真っ白なうちの実はですね、情報量的に7割方がこの後半の3番、はい、ここの感度を上げれないと、こう、なんですか、厳しいですね。はい。で、何かというとね、これ書いてあるのは、低気圧と高気圧と中心位置、中心気圧とかって、まあ、大体3項目です。3項目です、大まかに。低気圧と高気圧の位置と中心気圧、移動方向、移動速度とかですね。あと前線ですね。前回いろいろなんか登場人物がどんどんしてやってもらいましたけど、まああれどれが今日出てくるか分かりません。分かりませんけど、まあどれか。ほんで、あの前回1本だけ1016ヘクトパスカルでした。あれ1回だったじゃないですか。あれは実はですね、ラジオで言ってくれるんです。あれはいいよ。だから自分で行かなくていいっていう、まあ、構成であることもあったんですけど、10分のうちのまた3部構成ですね。そういう構成だと。ほんでここがなんで前半よりもちょっと大変かっていうことですね。ちょっと想像してみてほしいんですけど、次のページです。6ページ目ちょっと自分で読んでみてください。自分で読んでみてください。ほんで今日はですね、まあどんなに言ってもね、そうは言っても感度は上がらないもんなんで、ちょっとねこれをね、やってみたい。皆さん、冬山で遭難しました。山小屋で電気図を描いてみます。寒っって言うとね、寝たら死ぬよっていう状態です。こないだスノーボードやってて遭難して寝たら死ぬよって言いながらですね、2日間耐えしのいで、寝ずに耐えしのいで助かったっていう人いましたけど、ニュースでありましたね。いないですか。あれ正月じゃなかった。もうついこないですよ、前週ぐらいマジですよ。まあ状況は厳しい時の方がね、感度が上がるんですよ。はい。まあ暖かくするのは自由にしてくれていいですけど、寝るのはですね、即死を意味します。あれですよ、1個漏らしたらアウトですよ。はい、20分のうちの1分寝たらアウトなんですよ、このゲーム。でも、20分起きていたら、あとは余裕なんです。
てほしいんですけど、どうですか？何が分かりますかね？
ってればいけますよ。そこまでバカじゃない。日本語なんです。大丈夫。皆さんなどなど大丈夫です。はい。で、一回この10分でフーってなった時に、自分の頭のスイッチを入れ直すって、やった人は大丈夫です。間違いない。寝ないで。10分前ならんはい、はい、でもう一つですね、最後これ言ってひと休みしてスタートしましょう。最後5分だけ最後のひと休みして体を動かすのも何でもいいです。とにかくね、次のこの本番の20分寝ないための手段とか何でもいいです。はい、最後にもう一つですね、この漁業師匠の10分間で言うことの中に、まあ、これがほとんどですけど1個ですね、あれあおかしいぞ、明らかに真四角、これ何だろういうやつが来ます。これいらないです。そういうの今日はね、人によっては必要な情報なので、今日のレポートとしてはいらないですって聞き流して、でそれは何度、まあ、明らかに真四角で移動言ってきてですね、この中では機嫌が濃いとか風が強いとかそういう話だから教師だけ取って大丈夫だけど、これは今日はいらないです聞き流して、で次そのすぐ次におそらくこいつが来るんだよ、そっちを聞いてくださいね。いらないところを一生懸命やりすぎてあわあわしてる気持ちが来たっていうことにならない。あとは、まあ、こういうわざわざ井戸を言ってくる場合もありますし、井戸全く言わずにですね、その何だろう、東シナ海南方の何とかでは風が強いとかこうやって言ってくる場合もあるし、その風が強いとか霧が怖いとかそのもやっとしてるもんね、それもたまに挟まりますけど、それで切れらしいですよ。いいですか。はい。で、何より感度を上げるっていうのはですね、必要なものは何かっていうのを知っておくってことなんです。で、いらないものは何かっていうのを知っておくってことなんです。いらないものの時に自分の電池をちゃんと切るってことなんです。はい。でも電池を無駄遣いにしないでください、自分の電池で。10分のうちの、10分間しか持たないってことを注意しておいてくださいね。で、入れ直せばちゃんと大丈夫です。テレビのリモコンとかね、効かなくなってきたり、1回来たらボロボロってやると乗ったりみたいな、あの感じですね。はい。さあ、では、残りまだ半分くらいありますけど、休むでも、ちょっと体を動かしておくでも、好きなようにしてスタートしてください。今どうぞ、どうぞ、判定です。